楽天エディというサービスは日常のいろんなシーンで使っていただいているサービスになるんですけれども、我々のサービスを向上させていく上においては本当のお客様の声というのを聞くのが重要なんじゃないかなというところがありまして、それならばやはりソーシャルリスニングという形で吸い上げていろんな改善活動に役立てていきたいと。ラディアン6を使って、でユーザーの声を拾って自分たちの仕事の成果っていうものを、まあ、明確にできるっていうのは非常にいいツールだと思ってます。新しいアプリのサービスであったり UI を変更した場合にどういった声が世間でつぶやかれてるんだろうだとか、まあ、細かく拾っていってそれを次のサービスにすぐ活かしていくと、他社競合よりも先手先手が打てるような形のサービスにしていきたいです。大きな声が上がっているキーワードというのが一目で分かるような形になります。エディとなんとかっていうキーワードが同時に上がってきたりするっていうのは気づきとして挙げられるところかなと思いますね。機種変更の時に残高が引き継ぎできないじゃんっていう、まあ、ネガティブなツイートが一気に拡散してしまった時があったんですね。それもいち早く検知できたので、機種変更については残高は必ずお戻しできますよっていう形でやったら、もう今度はありがとうっていうこのポジティブなツイートがずっと流れるようになったっていうのがありまして、非常に良かったなと。コンタクトセンターに引き継ぎをして、どういうお客様からお問い合わせがあるので対応お願いしますということでエスカレーションするようなケースもあったりします。コンタクトセンターにお問い合わせいただいているお客様っていうのは、おそらくユーザーの方の本当にごく一部、今後SNS でのお問い合わせ、まあ、それをきちっとセールスフォースの中で管理していくと、お客様との距離はもっと近づいていくと思います。ソーシャルメディア上で我々とコンタクトを取ったお客様も、コンタクトセンターに対してコンタクトを取ってきてくださったお客様と同じですので、そういったものを一元的に管理できるプラットフォームとしてセールスフォースを今後も使っていきたいと。電子マネーっていうのは、まあ、決済のサービスですので、まあ、当たり前のことを安心して使っていただける、そういった非常にお客様に近いサービスとあり続けたいと思っています。